滝科学株式会社は、兵庫県加古川市に本社を持つ、肥料や化学品を製造するメーカーで、日本肥料アンモニア協会にも参加する。肥料、水処理薬剤の大手メーカーとして知られる。日本で初めて人造肥料を開発した企業。四季島、滝ポリンやマグホスといった複合肥料製品は、全国の特約販売店を中心に販売されている。 園芸や関連する製品を数多く生産している。土壌改良材でも数多くの製品を持つ。肥料分野では国内大手メーカーの一つであり、日産化学工業、三菱化学とともに日本の農業分野の発展に大きく影響を及ぼした。化学品分野では無機軽水処理薬剤を得意とし、ポリエンカアルミニウム PAC は世界トップレベルにある。 国内シェアは40%で国内最大手である。また、加古川市は一部付近に広大な土地を所有し、不動産事業の展開も行っている。日本の桑の柄を重ね合わせたマークは、同社の登録商標であり、農村部では昔ながらの放浪看板が店の軒先に取り付けられているところも多い。戦時中の1944年には、住友化学工業ともに、 住友製菓の設立に参加したことでも知られる。本社工場と同住所に住友製菓があり、多岐化学が土地を譲渡している。その他、能登半島において人造肥料の原料となる林港の採掘を行っていた時期もあった。同社の本社が加古川市にあり、隣の姫路市に蔵を構える、坪坂酒造に原料である山田錦を 同社の肥料で育成したことなどの経緯から、同社の登録商標である日本の桑をあしらった、人代の桑という大銀上主が発売されている。多木製小江書。20世紀初頭多木製小江書別系書大社長の滝、久米次郎は、過去軍別府村で代々農業、醤油醸造業、魚皮商などを家業とする地主の滝正一郎都市家の三男として、安政六年に生まれ、 20歳で家業を継いだ当時主要肥料だったイワシカスの高騰により、困窮する農家のために、明治18年に重骨を使った、日本初の虫製骨粉製造を始め、明治23年より骨粉を原料とした、カリン酸石灰の化学肥料製造を開始した。当初はその匂いが嫌われて就労者が集まらず、近隣からは廃業、移転を迫られるなど困難を極めたが、 農業関係者に無料配布したり、農業講話を行うなど、農家の啓蒙活動や、販路拡大に尽力する中、帝国大学農科大学より招聘された、オスカル・キルネルが、林産肥料の公用試験成績を発表したことにより、人工肥料の需要が高まり、事業は急成長した。1888年から数年間、前田正菜の委託により、 晩州武道園の経営にも携わった。明治36年には、妻宇のことの娘、ゆ子の夫に、田島の資産家長島家の出身で、帝国の丘大卒のサブローを迎えて、要着手とし、自社の副社長とした。孫に権議を経て、明治41年には、衆議院議員に当選。同年、欧州旅行の帰路に、満州、朝鮮に立ち寄り、日韓併合以降、 朝鮮で農場、鉱山、山林の経営に着手。兵庫県農会長なども務め、農業界への貢献により、大正4年に乱獣報賞、翌年に紫白自由交渉を受賞。大正7年には、組織を株式会社にし、敷地面積5万坪、食工1000名を抱える大企業に成長させ、海外にも輸出して、肥料王と呼ばれた。同年、 外米管理に、イルベイカ調節に関市の王将務大に、よ、古野省場を上し、大正9年には、私立別府中学校を設立。大正11年に、自社製品輸送用に、別府警弁鉄道を敷設し、汎用銀行の取締役として、その経営にも当たった。昭和14年、朝鮮大予防協会への寄付により、根獣法省を受訓。昭和14年に、 貴族院議員となり、昭和17年に84歳で死去した、日本肥料理事、君さん等、昭和8年に、迎賓用に建てた西洋館は、国の登録有形文化財、タコノハマ洋館として保存されている、滝久米次郎に関するカテゴリー、ありがとうございます。